はい、ですね、今度やってきたのはですね、集落園っていうところです。はい、集落園駅に来ております。当初ね、ここ降りる予定じゃなかったんですよ。大野城を向かってた時に、たまたま車内から見えたんで、で今日本当はね、遠出して、岩崎城とかって行こうと思ってたんですけど、ちょっと時間的に厳しかったんで、大野城と、こちらの大仏をね、見てみたいなと思います。多分行き方がちょっとわかんないんですけど、そこから登っていく感じになるのかなと推測して行ってみます。多分この道で合ってると思うんですけど、ちょっと登ったところね、もう見えてますね、あれですね、これですね、集落園大仏及び境内地で、高さが 18.79m あるっちゅうことらしいんですよね。はい、ちょっとね、登るとこれあるんですね、見ようぞ。いや、立ち入り禁止ってなってるけど、みんな立ち入りしてると思うんですけどね。ちょっとね、今暗いんでね、日も暮れるのが、両サイドにこうした立派なものがあります。建築家なんですかね、山田なんとかっていう人は、実業家作ったと。禁止とはなってますけど、入っちゃうよね。立ち入り禁止とはなってるけど、はい、いよいよ見えてきました。みんなね、多いですね。今日大野城もいたか人を送ったんですけど、やっぱおりますよね。あれヒゲらしいんですよね。ヒゲが生えてるって書いてあったんで、あれがヒゲなんでしょうね、おそらく。お地蔵さんがね、両サイドにあるみたいですよね、お地蔵さんが。ああ、でも立派なもんですよね。ちょっと大仏の周囲回ってみようかなと思ってます。どんな感じなのか。まあこれかなりでかいですよ。で、周辺にはこうしたなんかあるんですけど、なんか灯籠、常夜灯っていうんですかね、灯籠がなんか倒れてて、ちょっと不気味ない感じしますよね。はい、で、どなたかのお墓なのかわからないですけど、慰霊塔ですね、慰霊塔があります。こんな感じになってますね。だからちょっと不気味ですよね。あそこ、四稲荷さんだと思うんですけど、ちょっと散乱してるんで、ちょっと仏像の中身が、胴体の中身がくり抜かれてるんで、ちょっとわかんないですけど、これは不気味ですよね。夜来たくないポイントかもしれないですけど、横から今度ね、裏側にも回ってみましょう。こちらは何なんですかね、神社かなんかあります？違うな、なんかの建物、ここや。いやー、すごいでかいですよね。背中までしか見えない。いやー、こんな感じで、これがちょっと不気味ですね。この中入れるんだったんだと思うんですよ。昔は入れたって誰か書いてた人がいたんで、はい。ああ、こんな感じです。になっております。なんかね、大仏の裏側もう公園みたいななってるんですね。滑り台あったりとか。はい、大仏の方から下に来たらですね、水辺っていうかがあるんですよね。マジ釣り合ってる人もいますね。感じになってます。